はい、タンタンです。本日はこちらでございます。どうでしょう、かなりこうね、見た目の風合いも感じますよね。こちらがヘッドウェイの HF415 漆 SFS スタンダード、漆塗装を用いた、HF スタイル、トリプルOスタイルの、新品でございます。国産のヘッドウェイのスタンダードシリーズの、限定モデルになります。漆、日本のね、伝統的な塗装の、技法でございます。漆を塗装に用いた、アコースティックギターになっております。こんな感じで、非常にですね、見た目もとても風合いを感じる仕上がりでございます。このね、裏のこの感じの銅管のね、こう触ると感じるような、この非常にこの個性的な塗装の質感、この辺りも職人が一本一本丁寧に漆を塗ってくれておりますので、非常にね、仕上がりも温かみを感じるような仕上がりになっている漆のギターになっております。スペックとしてはですね、表がストカスブルース、そしてサイドバックはインディアンローズウッド、こちらがオール単板の、スタイルで、ボディスタイルがトリプルOスタイルになります。なのでスケールも628で少し、短いコンパクトというか、ね、取り回しのいい、スタイルの、ギターになっておりまして、このね、質感がやっぱりこうラッカー塗装とか、その他ね、ポリ塗装とかね、いろいろ今ありますけれども、その中でもこう独特な和を感じるようなね、日本の、技術をそのまま、こう職人のね、技術をそのまま生かした、かなり魅力のある仕上がりとなっているのがこちらの漆でございます。ヘッドウェイのね、中でも、まあ本当に限られた時期にしか作れないというか、塗れないというかね、技法ということで、限定モデルという中で一本こちらが入荷できましたので、ぜひですね、気になる方はね、店頭でお試しいただきたいなと思います。まあ、なんといってもこの塗装ですね、質感もいいんですけれども、やっぱり塗膜が限りなく薄く仕上がるので、この木の持っている材の持っている振動を、まあ、止めない、そこがね、一番重要かなと思います。昔からセラック塗装なんかももちろんありますし、クラシックギターなんかだとこう、カシュー塗装とか、いろいろこう自然塗料というかね、自然の油油分とか、塗膜に使えるものはいろいろありますけれども、この漆、こちらも自然の、漆のね、木から取れる、塗装、塗膜、塗装でございますけれども、薄く塗り重ねることで非常に風合いが良くてですね、耐久性もしっかりと保ったギターに仕上がりますし、塗膜としてね、しっかりと、防虫とかね、こうね、いろいろメーカーのサイトにも書いてありますけれども、素晴らしい、仕上がりというところを感じていただければなと思います。で、やっぱり音なんですけども、めちゃくちゃ鳴るんですよね。Thank you.
こなりがとても気持ちいいです。こうなんかこう弾いた感じの音が全部出てくれる、ダイレクトになってくれる感じがめちゃくちゃ気持ちいいですね。塗膜がねやっぱり薄いっていうところはだいぶ肝かなと思います。どうしてもね厚塗りしてる塗装の、アコースティックギターだとどうしてもこの振動を止めてしまう部分がありますので、そのあたりはねこの漆塗装、まあ、伝統的な技法で作っております漆塗装、非常に理にかなった、塗装かなと思いますし、もともとのもう HF の415、まあ、ヘッドウェイの国産の中でも、まあ、人気の高いこのスタイルは、非常に音の面でももちろん信頼された、スタイルでございますので、ぜひですねこちらの限定モデル、気になる方は店頭でお試しいただければなと思っております。今ね2022年はヘッドウェイの創立の45周年年になりますので、中のラベルも45周年のアニバーサリーラベルになっております。はい、こんな感じのね素晴らしいギターが入荷いたしましたので、ぜひですね店頭で、お試しいただければなと思っております。そんな感じでこちらがヘッドウェイの HF の415漆 SFS スタンダードでございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。